思わず大声で M くん M くんっていう風に声かけたんです、うん、そしたら何も反応がないんです。どうもオカルトコレクター団がとしぎです。どうも元仮想場職員の下田花尾です。そして、はい、心霊ドキュメンタリー監督の森沢斗真です。よろしくお願いしま す, しお願 い, します。いやもう我々はね森沢さん取り越えよ、ね、ちょっとねあの期間は空いたんですけど、うん、はい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 、森沢さんはあのなんかまた持ってきてくれてる、うん、あのね今ね目の前にやばいや何これ、これ野ヶ坂さんが持ってくる拷問、うん、なんか拷問器具かあとなんか軍用みたいな色してない、これおばあちゃんが形見で、うん、はい、僕やっぱりすごいお二人じゃないですか。あの僕は完璧なるチャンピオンなんですけど、うん、こっちはもうちょっと違うチャンピオン、うん、違うチャンピオン勝手にコピーしてる。え、これフルカラーな、そうフルカラーコピーしてる、フルカラーコピー勝手に作った勝手に作ってる。え、そうなの、はい、竹処分も困るなんでやねん、せやろはい、じゃあでなんですけども、うん、ちょっといろいろ用意したんで、え、森沢タイムを楽しんでください。え、なになになに、じゃあまずちょっと僕の今回出た上での使命がありまして、はい、富田康弘くん、わかりますかね。あー、富田君、はいはい、これをまず宣伝しろって言われたんで、はい、あ、これピンクのやつ、はい、僕も出るからね、僕も出るからこれ、はい、これね、あの、そうそうこれね、皆さんこれが、下田さん、森沢さんが、はい、あの、関わってくれるらしいあ、そうです、あ、そうなの、撮影でこれです、これです、あ、森沢さん撮影3枚目、ね、あの人もいらっしゃいますけれども、はい、これよく見てもらえると、え、あれ、あ、おったあ、サポートで配信森沢って書いてある、うん、ここやん、ここにいました、はい、クラブで階段やるっていう、そうですね、ファンキーな感じなので、うん、もう富田くんの方から、はい、めっちゃかっこよく撮ってくれって言われたんで、ちょっと僕がシネマティックに最前列で、うんうん、生放送の時は通常の配信で出すんですけども、うんうん、後で再編集したもので、うん、バギバギでやってやろうかなって僕思ってたんで、あ、そっか、だって映像の人ですからね、はい、で、今日ここでお二人も出るじゃないですか、当日、うんうんうん、だから当日多分お二人が回転する目の前で俺こうやってるんですよ、多分大手認識してからそれきつない認識してからきつない、安心感もあるよ、いや、もうカメラマンさんはあの知らん人の方がええのよでもないです、俺多分、はい、めっちゃスイッチ入ってる、ほうほうほう、それの宣伝と、はい、あ、ありがとうございます、ご挨拶の方、いやいやいや、ありがとうございます、します。じゃあ次が、僕結構普段撮影とか監督とかするときに、うん、フェイクドキュメンタリーっていう、まあ要は本物っぽく、うん、そういったホラー映画とかを作ったりするんですよ、うんうんうん、でそういうときに予算がないときに僕結構美術を自分で作るんですよ、あー、まあ小道具とか、はい、そういうことです、はははは、美術の方に発注すると何十万何百万って変わってしまう場合があるんで、うん、ちゃんとその造形の人とかそういうの方からちゃんと学んでって、うんうん、そういったやっぱホラーなんで、うん、おぞましい造形を作ったりすることだったんですね、おー、でそれってもう僕も何年もやっていて、うん、その現場とかで田中さんが呪物持ってこられるじゃないですか、はいはいはい、僕あれ結構よく見てたんですよ、あ、へえ、で呪物ってももちろん言ってますし、はい、うん、よく見てたんですよ、はい、そうだからもうコレクションのうちのね30個はレプリカと変えられてるんだよ、やばルパンルパンやかお店さあかんしてしてないそんなすぐ作れないんです今回ちょっと不思議大百科さんで出れるということで、はい、オリジナル呪物みたいなの作ったんですよ、ほうほう、僕がほう、でこれやっぱ まさに田中さんにそれ見てもらって、うん、これに怨念あるんだったら何だろうってのと、うん、まあなんかクオリティをなんか大体なんか3段階評価でどんぐらいかっていうのをちょっと評価してほしいなっていう、ぜひぜひ、うん、もちろん怨念はないやつ、はい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 、見たらあるんですけど名前が G&T って言うんですけど G&T T&A みたいなこちらですね、おお、ぽい、あ、すごいぽいすごい確かに一個だけ言っていい？はい。っこっぽくない？でもまあじゃっこっぽいな。意識してない。あ、その呪物ですかこれ？違う違う違う。あ、違う違う。僕が結構その容姿で、うん、まあ下駄さんと田中さんをイメージして。はい、なるほど。下駄の G と田中の T なの。あ、そういうことなんや。はい、へえ、すごい。いやこれねレベル高いっすよ。あ、高いですか？うん、高い。まず縛ってるやん。そう。はいはい。ブードゥーっぽくない？そうそう。ブードゥーっぽいですこれ。ブードゥーよく縛るんで。はいはい。でやっぱ結構僕が意識したのが、うん、マジモンの呪物って、うん、サイズ感とかやっぱ安定感、うん、
っていうのが、ま、割とボロボロじゃないですか、うん、だから携帯しやすくて壊れにくくて、うん、おぞましいっていうのを意識しました。変に気を使わせたくなかったんで、はい、家にある粘土と、はい、その縄と、はい、あとは塗り絵のやつとニスでだけで作りました。なるほどなるほど、すげえ、こんなん作れんねや。で、これの一番の、うん、この部分わかります？頭の、あ、そうそうそう、髪の毛生えてんねん。あ、そうですそうです。これちょっとやっぱり僕の思いを多少乗せなきゃいけないなと思って、うん、はい、僕の髪の毛をちょっと練り込んでます。あ、じゃあもう、それはもう呪物や。呪物や。呪物ですか？これもう、呪物ですか？呪物です。こう、こうやったらいけるのかな？あ、そうです。どう、こう、どう、難しいな、これ。これ、ピント、あ、あいだ。これね。これ、こんな感じです。ちょっと、頭にも髪の毛がね、これついてますけど。はい。これはもう呪物やな。呪物ですか、それも。で、必ず、これを作ってる時に、はい、不思議大百科だけ見てました。呪物呪物呪物それは呪物やわ。意識的なこともやってるってことや。そう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 、うん、じゃあなんかこれの背景とポイントを3段階で。これはね、真面目に言って、はい、プロテクションなんで、はいはい、下駄さんと田中でしょ、はい、だからこれ呪物でもいい呪物だと思うんですよ。はいはい、髪の毛もついてるしね、うん、不思議大百科を見ながら作った、うん、はい、田中と下駄を森沢さんが今後守るっていうこと。定期的にヤバい映像が出たら、うん、森沢さんの番組より先にこっちでやるっていう呪物。それが守る、そういう呪物なんです。3段階言うたら3ですよ。ありがとうございます。これ森沢さんもあとは素材を子供の位牌とか、はい、墓の土とか墓の土とか作ったらもうほんまに呪物ですか。これね、置きやすいしな、ここ、これ置きやすい。ありがとうございます。ちょうどこれ置きやすい、これは置きやすいわ。これはぜひ森沢さん、いい人やな。ありがとうございます。なんか一つちょっと話してもらういいですか？うん、え、なんかこんな、あ、両サイドに階段のキングいるんじゃないか。あの、こっちの方は、うん、あの、はい、100万円払って取ったって言ってましたよ、ね、はい、そう、はい、プラマイゼロや。用意したんだ。あ、じゃあ本当にこれは僕が初めて霊体験した時の、うん、お話を、本当に自己紹介会談みたいな感じで感じしてるんですけれども、はいはい、さっきもお話ししたんですけれども、心霊ドキュメンタリー作品、うん、まあ、いわゆる心霊調査スタッフっていうふうに言われる方々、うん、まあ、それが僕なんですけれども、うん、はい、まあ、何をするかって言ったら、送られてきた心霊映像、投稿映像を、うん、まあ、よく見て、現地に行き、インタビューをして、あたりを調べ、その関係性を調べていくっていう模様が、心霊ドキュメンタリー作品、うんうんうん、心霊調査スタッフの仕事だと思ってもらえた。僕がもう大体7年ぐらい前ですね、うん、初めてその心霊調査スタッフをしていく過程の中で、ほんと初めてから3ヶ月も経たない頃に起こった出来事なんですけれども、まあ、その日は山梨のある有名な、まあ、湖があるんですけれども、はい、そこの近くというのはもともと観光の名所が多くあった場所だったんで、もともとはすごく栄えてたんですけれども廃墟だらけになっていたということで、うん、都内の方から心霊調査に行くっていう風な流れになると、まあ僕らもなんていうんですかね、すごい裕福な団体ではないので、うん、一つの心霊像だけではなく、まとめてその場所でリンクするというか、同じ箇所の近いものを1日の間ね、一気に調査することがあるんですよ。で、もう朝から行って、もう1箇所、2箇所、3箇所と巡っていた時に、会社が運営していた寮の廃墟に行ったんですね。で、その寮っていうのが、ものすごいでっかい寮なんですよ。まあ、どのぐらいでかいかっていうと、まあ、学校校舎も4棟、5棟分ぐらいの、すごいでかい場所にあるんです。で、まあ、車を駐車場に止めて、しばらく歩いていくと寮があるんですよ。もう廃墟になってからもう30年近く経っているので、テニスコートがあるんですけど、もう草木が生えすぎてもう2メートルぐらいあるんですよ、うん、ああもうこんな感じかっていうふうに思って中入っていくんですけれども、まあなかなかでかい場所なので、もういたずらでもうなんかいっぱいバツマークがしてるところもあれば、ガラスも割られてキッチンスペースもちろんあるしっていうような、ほんといろんな場所があるんですよ、うん、でそれで巡っている最中なんですけれども、2月頃にその場所に行ったんですよ、うん、なので初雪が降ったんですよ、うん、僕たち東京から行ってるんで、よく見てなかった僕らが行けないんですけれども、うん、そういったスタッドレスタイヤとかも履いていなかったので、あ、これもう帰れないなと思う、分かったんですよ。で、次のスポット行くにしてもあれだし、この場所もかなり広いから、うん、もう下手したらもうしっかり丁寧に朝方までこの場所を見ようっていう風に決意したんですね、うん、で、その元々の映像っていうのは
廊下のところに不意に髪の長い女性のようなモヤが映り込んでいたみたいなものですよ、うん、まあ大学生の男女4名が映した映像、うん、じゃあその場所をリンクさせて探しに行こうっていうんですけども、まあ似たような校舎でぐる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 巡っていくんで、まあわからないんですよ、うん、そしたらまあその一つの塔の3階の一番奥の突き当たりの部屋があるんですね、うん、そこに入るとまあ大体教室2個分ぐらいの部屋のスペースがあるんです。そしたらそこの真ん中に藁ってあるじゃないですか。藁ね、はい、藁がモリモリモリってもう天井に届くぐらいあるんですよ、はい、え、何これっていうふうに思うんですよ。で、あたり見るとなんとなく焦げ臭いんですね、うん、明らかになんか燃やされたような、で、そこの場所っても多分もともと古い場所なんで木造が燃えたような感じでもういろいろあるんですよ。その時僕は助手のM 君っていう男の子と一緒に2人で回ってたんですよ。そしたらその M 君って男の子があっていう風に指さすんですよ。そしたらそこに階段があるんですね、うん、あ、そっか、こっから屋上に繋がって上から見下ろすことができるんだって気づくんですよ、うん、でまあこの場所変だなと思いながらもうじゃあちょっと屋上の方も見てみようかっていう風に登ってたんですよ。でさっき言ったよりもう大雪が降ってるんで、もう本当にその M 君と僕が自然ともあたりと景色を見に行ってバラバラになってったんですよ。で遠く見たら湖も見えるし、うん、あ、さっき言ってたそのテニスコートもあるなっていうふうに思ってたら、うん、僕がもうある程度進んでった先でまあちょっと人影がしたんであれって思って M 君っていうふうに声かけたんですよ、うん、そしたらそこからその M 君が奥の方にスッと消えてちゃうんです。あれって思って追っかけてった先にスッてその M 君が姿消したんですよ、うん、あれって思ってそしたらもうその先何もないんですよ、うん、え、怖っっていうふうに思って僕思わず大声で M 君 M 君っていうふうに声かけたんです、うん、じゃあ何も反応がないんです、うん、わっ気持ち悪いと思って急いでその屋上から降りてさっき言ってた3階のそのたまり場のところに行ったら普通に M 君そこに立ってるんですよ、うん、おいお前な、何なんだよ、なんでさっき行ったんだよって俺普通に行ったんですよ、うん、そしたらその彼がいや森沢さんがいなくなったから僕先に降りたんですよって言うんですよ。え、わっ気持ち悪いって思って、うん、もうそこからすぐにもう車の方戻って、うん、ちょっと冷静に僕も頭の中でそれを整理したんです、うん、そういった霊体験とかもなかったし正直そういうのを信じていないままそういう調査をしていたので勝手に僕の目の前に人の気配があるなら M 君しか考えられないだろうと思って多分僕 M 君って言ったんですよ、うん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 、でも冷静に考えた時にそれってただの白いモヤみたいな感じだった。その白いモヤみたいなものが奥に行ってスッと消えて僕の行った先でもうその完全に金網みたいな感じだったんで、おあ、これそうかもしれないっていうふうに思って一通り落ち着いた後に改めてその場所とその気になるものを見てった時に、うん、やっぱりその場所っていうのは潰れた当時っていうところでは別にすごい曰くだとかそういったなんか構想とかあったわけではないんですけれども、うん、はい、さっき言ったようにめちゃめちゃ広いところじゃないですか、はい、勝手に居座る人がいるんです、はあ、明らかに人の形をしたベッドのところで黒い跡とかあったりするんですよね。でやっぱり調べたらやっぱりそこに勝手に座って、うん、そういう風に亡くなった方々もいらっしゃるという話を聞いていて、でもう一つやっぱ気になったところがさっき言った燃えている場所、うん、藁がいっぱいある、うん、その場所だけなぜかピンポイントで何度も放火をされているっていう謎の背景があって、あ、ここってやっぱいろんな方々がここにいる中でそういった思いっていうんですかね、それがいろいろと交錯してる場所なんじゃないかなっていうのを、あ、やっぱそういうのってあるのかもなって思ったエピソードです。これはね、僕がもう一番好きな回なんですね。いや、確かに、うん、このパターン、マジで調べに行って、うん、本当にあったことがほんまにそこでまた起こっちゃって、で、自分の体験でっていうのは、うん、僕もめちゃくちゃ好きですね、これ。素晴らしい、この論理的な話。ああ、ありがとうございます。なる、今のあなたの感想は論理的なゼロだったけど、ごめんなさい、ちょっと今日コンディション悪くて、いやいやいや、カラカラモードで。でも森沢さんが調べるってことはある程度こう疑わなあかんところあるやん、うんうんうん、見方が素晴らしいよ、うん、それで本当に見てるってことは、うん、マジでおったってこと、そういうことやね。いや、これ話的には、うん、リアルな実は書いたんやから、うん、ガーって出てきたりはせんけど、うん、首が飛んだりもしてへんしな、うん、でも怖いで、うん、はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。
子っぽくない？